んも別に食べたらあかんって言いませんけど、やっぱりパン食べるとああいう風に体幹は崩れる。なので1週間毎日パンですよよりは4日間はパンで3日間ご飯にほないっぺんしてみようかなっていう、ちょっとあの、まあ、日曜日土日とかちょっとみんなゆっくりするわっていう時はご飯食にしてみようかなっていう風にちょっと変えてもらった方がいいかなとは思います。で、体幹が崩れて背中のとこからこう筋肉使うんで、上唇をこうぐーっと上げてきてしまうので上にも引っ張る。で、もしそれが姿勢悪かったら下が後ろに下がるってお話しましたけど、両方でポカン口っていう風に口が開いてきてしまいます。で、良くないっていう感じです。それやったら舌を無理やりこう上に上げたらええやんって思った人、無理やりはようない、自然と上がるようにせんとあかんので、それはね、後でさっきちょっとちらっと言いましたけど、早がをちょっと楽しみにしておいてください。健康に美しく生きるために必要なことはっていうと、悪い習慣をやめるっていうのと、良くなるように癖づけるトレーニングを持続して行うんです。硬いものをまあ、避ける、気をつける、まあ、ガム、グミ、スルメ、ナッツとか硬いものは首とか顎とか顎の関節とか首に負担かけますので気をつけてもらって、で、要はあのほら歯医者で硬いもの食べて顎育てましょうとか要言いますよね。そうそうそう言います。昔からそう言うんですけど、昔の人って割と体幹があって骨もしっかりしてたからそれでいけたけど、今の子供も、まあ、そこからまあ年齢が経った人もやっぱりその硬いのに負ける体、骨がどうしてもそこまでいかへんようになってしまってるんで、ちょっと気をつけなあかん。じゃあハヨガをいっぺんやってみましょうか。簡単ですんで、うわーごレロレロやりますよ。はい、どっちかの奥から上顎のとこレロレロするので、舌をずっと1、2、3、いけました。これでさっき、おかゆレロレロしてもらいましたけど、それの代用になります。今日はいっぱいパン食べたわって思う時はこれちょっとやっといてください。